チャド、久しぶりだね。チームメイトとしてこれからよろしく。でも僕も負けるつもりはないよ。たとえ君が相手であってもね。なんだか面白そうな話してんじゃねえか。お前が日本から来た三崎太郎か。説明するまでもないだろうが、俺はこのチームの10番ネイマールだ。よろしくな。俺はエムンバッパ、よろしく頼むぞ。ネイマールとエムンバッパ、どちらもパリの中心として活躍している選手だ。国際スポーツ大会代表にはまだ若いという理由で外れていたけど、世界トップクラスの選手なのは間違いない。うん、ネイマール、エムンバッパ、これからよろしく。ちょうどいいぜ、美咲、お前の実力を見せてくれよな。パスの精度もスピードもレベルが違う。これが世界トップチームの選手たち。そのチームの中心になっているのは、波の選手なら追いつくのもやっとなはずなのに、余裕で間に合うなんて、なんてスピードだ。それに競り合いで負けないフィジカルと、キーパーを吹き飛ばすほどのシュート。さて次は俺の見せ場だ。美咲、しっかり守ってみせろよ。うん、準備はできてるよ。トラップミアを狙ってボールを奪いに行く。おっと、危ねえ。油断も隙もねえな、美咲。動きを読まれていたのか。それなら。何？あのレイマールと互角。これが日本の美咲太郎か。さすがフィールドのアーティスト。だがこの程度で満足するなよ。まだまだこいつは準備運動だぜ。もちろんさ。さ、もう一歩行こう。美咲、初めての練習はどうだった？すごく楽しかった。これからこのチームでプレーできるなんて光栄だよ。そいつはよかった。そうだ、一つ面白い話を教えてやるよ。新聞？ピエールが熾烈なレギュラー争いになりそうだと思わねえか。今からワクワクが止まらねえ。そうだね、僕も楽しみだよ。世界の強豪が集うこのチームで、僕はもっともっと強くなる。そしてインターナショナルカップ優勝に一歩でも近づくんだ。